コンソールウヤマイナス4、ナス -194 ウヤマイナス4、ナス -197 クマイナス21、ナス -451 クマイナス70クマイナス70の各種端末本校では、アメリカ海軍のコンピュータについて述べる。海軍戦術情報システムの試作段階においては、アン、ユスクマイナス17が採用されていた。これは、 有名なシーモアクレイがユニバク社のために開発した最後のコンピュータであった。これは NTDS モデルレイソフトウェアを動作させることができた。艦隊配備の最初の段階においては、これに変えてアン・ユスック -20 が採用された。これらのコンピュータにおいては命令セットは30ビット幅の整数型によって表現されていた。 ユスック -20 の最初のバッジに属する17台は1961年初頭に艦隊配備された。その後 CP-642A のマイナーバードンアップを経て1962年からは第2世代に属する改良型の案ユスック -20B が配備に入った。これは CPU の周波数は 0.1MHz に強化され、また主記憶装置も増量された。搭載艦アメリカ海軍イタリア海軍、海上自衛隊フランス海軍1968年4月、第3世代の NTDS 用コンピュータとして、アン・クマイナス7の開発が開始された。これは32ビット幅のシステムであり、1969年4月21日に、 初号機が引き渡された。本システムはマルチプロセッサ構成に対応しており、標準的な構成では CPU3 機と合い、コントローラーハブ2機を備えている。このマルチプロセッサーアーキテクチャはユニバク1108より導入されたものである。また、機場版としてユニバク1832も開発された。これは、アン IK-1 例として、 S-3 対戦哨戒機において海軍戦術情報システムの端末として搭載された。また、アン、マイナス7を保管する小型コンピュータとして16ビットのアン、マイナス2 0も開発された。こちらは1970年代より配備を開始した。1984年より第4世代のコンピュータが配備を開始した。これらは 第3世代機と互換性を確保しており、32ビットで大型のアス9-43と16ビットで小型のアス9-44が開発された。また、9-43では、ベムバスタイプ 6U を備えることにより、将来的に、商用、オフザシェル付加して拡張性を確保できるようにされた。9-43は、2000年まで二2 5 0機が、 配備された。搭載艦アメリカ海軍スペイン海軍ドイツ海軍海上自衛隊1991年、ナベシーはオープンシステム化された新しい軍用コンピュータとしてコシップのコンセプト開発に着手した。正式な開発要求は1993年10月に発出され、1994年1月31日、ユニシス社が6000万ドルの契約を受注した。 これによって開発されたアン、クマイナス7 0はアメリカ海軍のオープンアーキテクチャ化計画の中核的な機材として位置づけられている。従来はクシリーズのコンピュータとウ i ックシリーズのコンソールが別々に開発されてきたが、クマイナス7 0では前期がワークステーション化されて統合され、コンソールにも処理能力が付与されている。これによって分散コンピューティングが可能となり、 艦の C4i システムは分散システム化されることとなった GCCSM の端末1981年アメリカ海軍はジョッツの配備を開始したこれは全軍で初の半自動式統制システムであるとともに単なる部品単位でのっつか化ではなく端末単位で積極的に民生用コンピュータを採用することによって 性能進歩に追随できるようになっており、非常に画期的なシステムであった。これ以降、艦の中核的な戦闘システム以外の部分、すなわち、作戦術レベルの C4i システムや、広報支援業務のシステムにおいて、民製品が積極的に採用されるようになった。また、後には、フリーゲート統合艦載戦術システムにおいて、戦術情報処理装置としても使用された。 ありがとうございます。